これは連続でやっておりまして、今日が第5回目になります。昨年5月にですね、イプベス IPBES というところがですね、生物多様性、生態系について報告書を出しました。その報告書によると、多くの生物種が人間活動により脅かされ、地球規模での大絶滅が生じていること、今後数十年のうちに100万種が絶滅する恐れがあるという大変ショッキングなレポートでした。その直接的な原因としては土地利用転換、今日もお話にちょっとあると思いますけれども、また過剰採集、資源をたくさん取ったりですとか、気候変動、汚染、外来種の侵入などが挙げられています。今日5回目はですね、種の食についてフォーカスしてですね、日本の種子を守る会アドバイザーであります尹薬智也さんのお話を聞きながら、共に生物多様性と食、農について考えていきたいと思います。今日、主催している FOE ジャパン、FOE ジャパン、ご存知の方いらっしゃいますか？ありがとうございます。3分の1ぐらい、ご存知ということでありがとうございます。私たちはですね、世界70カ国以上に、仲間を持つ、国際環境 NGO です。で、日本では1980年から、活動しておりまして、その時代によってさまざまな問題に取り組んでいるんですけれども、今は気候変動、エネルギー、脱原発、環境と開発、そして森林と生物多様性、主にこの4つの領域で活動しています。地球上のすべての生命、人、民族、生物、自然が互いに共生し、尊厳を持って生きることができる平和で持続可能な社会を目指して、さまざまなアプローチで、取り組んでおります。ちょっとここでですね、FOE 初めての方も多くいらっしゃいますので、ちょっと活動の紹介動画を、短いものを流させていただきたいと思います。それについてこれまでの流れですとか、ちょっと趣旨についてもう少し詳しく FOE ジャパンの事務局長である満田環奈に説明していただきます。はい、皆さんこんばんは。今日はお越しいただきましてありがとうございました。 FOE ジャパンの満田と申します。ですね、先ほど深草が、話しました通りですね、去年の5月にですね、イプベスという、国際パネルがですね、今後その人為的な活動によって100万種もの動物種が、数十年の間に絶滅してしまうという、そういう衝撃的な報告書を出しました。で、FOE ジャパンとしてはさまざまな生物多様性に関してはさまざまな関わりで、
これですね、およそ100万種が今後数十年の間に絶滅してしまうと。で中でもその最も大きいその直接的な要因としては土地利用転換、つまり開発ですね、あるいはその過剰な伐採とか乱獲、気候変動とか汚染とかがあります。で生物多様性って皆さんもご存知のようにいくつかレベルがありまして、生態系の多様性、種の多様性、そして遺伝子の多様性というのもあります。で今日はインヤクサのお話は種の話なので遺伝子の多様性にとてもこう関係のあるお話が聞けると思います。でですからその我々の経済活動とかグローバリズムというものが生物多様性に大きく影響しているということが挙げられると思います。で、私たちの観点としてはある意味当たり前なんですが、その生物種とかその相互関係の豊かさというのはもう一度失われてから取り返しがつかないものだと考えております。でもう一つ私たちがとてもこう警戒しているのは気候変動というのが生物多様性の危機の一つになっているんですが、気候変動の対策として提案されているものの中には、気候変動 の, やあの対策にもならないし、かつ生物多様性にも大きな影響を与えるものがあるということを、大変懸念しています。でその一つがこれマレーシアのサラワク州で、天然林が熱帯林が切られてしまって、ここで油ヤシが栽培されて、パーム油、我々がポテチとか、ね、アイスクリームとかそういうものに含まれている植物油なんですが大量に生産されています。今それがそのバイオ燃料として日本に輸入されて、燃やされて発電されて、それが環境に優しいということで出回っているフィットなんかによって促進しているという問題があります。で実はこれ今朝の写真なんですが、HIES という旅行代理店が、旅行会社が宮城県の角田市で、パーム油を原料とした、バイオマス発電所を今建設中で、私たちとしては、HIS さんにですね、なんとか思いとどまってほしいというこういうような活動もしています。で今までの振り返りなんですが、この100万種の大絶滅時代ということに第1回目、共同通信の井田さんにですね、なぜ急速に種の絶滅が進んでいるのか、でこれはどういう意味を持っているのかということをお話しいただきました。で第2回目は気候変動と生物多様性ということで、IGES、狩野さんという研究者の方にですね、気候変動と生物多様性の関わり、特にその気候変動が生物多様性に大変な危機をもたらしているという話、そしてまたその、生物多様性を保全することが、例えば、熱帯林を保全することが気候変動の対策にもなるというお話を、いただきました。今、大変森林火災がですね、オーストラリアでも大変な問題になっていますし、インドネシアでもブラジルでも大変な森林火災がありました。で森林が燃えるだけではなくて、その下の土壌に蓄えられている炭素が、大放出して、それが気候変動にも、大変な大きな影響を与えるという、大変な大きな問題です。でそして第3回目はですね、人々の暮らしと、生物多様性の関わりということで、特にメコン川の流域に焦点を当てて、人々がいかにその森の恵み、川の恵みを得て、でそういう人々の暮らしが生物多様性を守ってきたというお話をいただきました。でその次の回はサンゴの危機ということで、これも気候変動によってサンゴが白化してしまっている状況とか、あるいはその開発ですね、リゾートホテルの建設、あるいはこれは辺野古のサンゴなんですが、移植することがあたかもその、対策のように言われているんですが、移植というのは全然対策にはなっていなくて、根本的な対策にはなっていないということを、サンゴの専門家の、大久保先生にお話しいただきました。というのが今までの流れです。ということで今日は、食と脳から見た生物多様性ということで、インヤクさんにお話しいただきたいと思います。それではインヤクさん、よろしくお願いします。皆さん拍手でお迎えください。皆さんこんばんは。
今、生物が、絶滅する、あとたった30年で100万種ぐらいがもう絶滅してしまう、そうなってしまったら私たち人類どうなってしまうのか、そのシナリオをなんとか変えなきゃいけない、私たちはその選択を迫られていると思うんですね。でこのなんでこんな、生物多様性がこんな壊滅的な状態になってしまうのか、その一つの理由は今日お話しする食であり農業、しかしですね、この食であり農業は、逆に言えばですね、まあ、この破壊の原因であると同時にこれを食い止める、そういうものとしても考えることができます。そういうふうにしていくことが、今日お話しできればなと思います。それではですね、まずちょっと、原点に帰って考えたいと思います。まずですね、ちょっとこれ見ていただきたいんですが、何を言いたいのかと言いますと、私たちの住んでいるこの星、地球という星は一体どう変わってきたのかちょっと考えたいですね。これは46億年前のことをちょっと考えてみていただきたいんです。この時の地球はどうだったのか、この時には生命いなかったんですよね。そしてその私たちの星は今は生命に満ち溢れる、今はまだ満ち溢れる、そういうところになってきました。そのように変えた主人公は一体誰だったでしょうか。これなんですよね、微生物で、この微生物は実は地球ができた46億年から10億年ぐらいかけてこの地球上に現れてきたと考えられています。そしてこの微生物こそがその後この星が生命が生きていける、そういう環境を作る、まあお膳立てを作ってくれた。これあらゆる生命は、必ずタンパク質がなければ、タンパク質を作れなければ生きていけません。タンパク質を作るためには何が必要でしょう。これ窒素が必要なんですよね。じゃあ窒素を自分で得られる植物ってあるでしょうか。これほとんど植物単体ではできないんですね。実はそれをやってくれているのは微生物です。ちょっと今日時間がありますのでこれはちょっと端折りますけども、この微生物こそがその後の生命が生きられる環境、生命が生きていく上で必要なミネラルを微生物が与えてくれる、そういう状況ことでこの星が変わってきたと言えると思います。で植物は、植物もまた微生物の力をもらって、生まれてきた存在なわけですけども、この植物微生物の力を、フルに使ってます。というか微生物がなければ死んでしまうんですね。どういう状況になっているのか確認したいと思うんですけども、植物はこうやってですね、太陽光線、それから二酸化炭素、地球上に満ちていた二酸化炭素、これを使って、そして水を使って光合成をします。光合成をして光エネルギーから炭水化物というのを作るわけですね。炭水化物は、まあ、一言で言えばお砂糖みたいなものです。これを作る、これは植物が生きるためのエネルギーになってきますし、これができるからこそ私たちは農業をやって、生きていくことができる、まあ、ある意味この地球上の生命の多くを支える、その意味でですね、究極の再生可能エネルギーと僕は言えるんではないかと思いますけども、植物はこの光合成、自分が生きるために作り出した、頑張って作った、炭水化物のなんと4割近くを地面の下に流してしまうと言われてます。なんかもったいない気がしません？自分が生きるために作ったエネルギーを地下に流してしまう、おもらししちゃう、植物って効率悪いねって感じしませんかね。だけどこれは決して効率が悪いってことではないんですね。なぜかと言いますと、植物は一人の力では生きていけないわけです。何が必要かと言いますと、植物は、このですね、この生きていく上で助けを必要としている、つまり窒素を得るためにもリンとかカルシウムとかそういったものも、必要としています。それをくれるのは実は土の中にいる微生物なんですね。彼らと出会えなかったら植物どうなるのか、死んでしまうんですよね。ですから植物はもう必死になって炭水化物をどん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 流すわけです。つまりどんどん根っこからそれを流していって、地面の中にいる微生物たちを呼び寄せてるんですね。そしてこの微生物たちが
植物にミネラルをくれる。そしてこの微生物たちは植物からこの炭水化物をもらう。要するにお互いこういう関係なんて呼びますかね、共生関係ですよね。実は共生という言葉はこういうことを研究している土壌学者がこの植物と微生物の関係に名付けたと言われています。つまり私たちが共生社会の実現を持った時にモデルはここにあるわけですよね。そしてこのことでどん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 この土の中に炭水化物が蓄えられていって、以前は二酸化炭素に満ちていた地球が酸素がいっぱいできた、今のような地球へと変わってきた。そして土もどんどん増えていくことになります。土の中に二酸化炭素がどんどん栄養、植物の栄養として微生物の栄養として蓄えられていって、栄養ある土が増えていって、地球の生きられる世界がどんどん拡大していった、そんな関係になっていくわけです。それでですね、土の中ってどうなってるでしょう。土の中っていうのはですね、このように言うまでもなく根っこが広がってますよね。で、根っこ随分広く広がるねって感じなんですけども、実はこの中で植物の根っこってほんの一部なんですよね。この太い部分は根っこ植物なんですけども、この白い細い部分は実は植物ではありません。これは何でしょう。ここに書いてありますね、菌根菌ってやつですね。つまり菌が作り出した糸、それを菌根菌糸と呼んでます。この菌根菌糸こそが植物のほとんどの栄養を与えている、ミネラルですね、そういったものを、あるいは水分であるとか、それは9割以上はこの菌根菌糸が植物に提供しているということが分かってきました。で、これがですね、最近この菌根菌糸の研究が急速に進みまして、びっくりすることが分かってきました。例えばですね、森に行きますと大きな木があります。これをお母さんの木と呼びたいと思います。そしてこのお母さんの木の周りには生まれたばかりの赤ちゃんの木があります。この赤ちゃんの木とお母さんの木はこの菌根菌糸でお互いつながっているんだそうです。そしてこのお母さんの木からこの赤ちゃんの木へは、栄養であるとか、それから、赤ちゃんの木が病気にならないように、免疫物質であるとか、そういったものも送られているってことが分かってきました。で、実はそれ以上のことが分かってきました。びっくりするんですけども、このお母さんの木が支えているのは自分の直接の子供の木だけじゃないってことも分かってきたんですね。森に行きますと植物は種類を超えてこのようにお互いつながってます。で、このお母さんの木は全く自分とは縁もないような種類も違う植物に栄養を送ってる、栄養を送ってるだけじゃなくっていろんな情報も送ってるってことも分かってきました。で、例えば変な虫がやってきたぞとかね、みんな気をつけろ、こんな情報も実はこの菌根菌糸のネットワーク、これでお互いの植物が、お話をしていた、お話をしているということが分かってきました。言ってみればですね、私たちがインターネットとか、電話でつながっているのと同じように、植物はこのようにお互いがつながっている、そんなことが分かってきたわけです。じゃあ皆さん、どれぐらいこの菌根菌糸って土の中にあると思いますか。手のひらにですね、土を入れてみたと考えてみてください。手のひらに入る土なんてせいぜいこんなもんしか入らないですよね。この中に菌根菌糸ってどれぐらいあるんでしょう。糸みたいに伸ばしていったらどれぐらいの長さになるでしょう。こんなもんですからね、10メートルいったらすごいなと思うんですけど、僕なんかどれぐらいあるかっていうと、これ土壌学者に言わせるとなんと10キロメートルあるって言うんですね。10キロメートルこんなところに入るわけないじゃん、何言ってんだって感じするんですけども、実はこうなってるんです。これは特殊な方法でその菌根菌糸に色をつけた、こんな風に密集してるって感じですね。ちょっと拡大してみます。で、実はこのですね、この菌根菌糸から土に向かってはグロマリンという物質が流されてます。このグロマリンという物質はどういう物質かと言いますと、粘り気のあるタンパク質だそうなんですね。そんなタンパク質を流しちゃうなんて気前いいけども、なんでそんなことするのって感じなんですけども、実は土というものは風が吹いたら吹き飛んでしまう、
雨が来たら雨で流されてしまう。土が流されてしまったら植物や菌根菌糸どうなってしまうでしょう。死んでしまいますよね。だから彼らも必死になって土をこの食い止めるわけですね。このグロマリンが出されますと、サラサラしているバラバラの粒子である土はまとまったお団子のようなものに変わってきます。土作りでよく言われるお団子のような団球構造のある土を作る、これが農業の基本だよって言うんですけども、それを作ってくれるのはこのグロマリンという物質だと思うんですね。こういうものがあるおかげで、こういう、まあ、それぞれの空間がですね、水がしっかりと蓄えられて、栄養分が蓄えられて、植物や菌根菌糸が生きていく上で非常に適切な環境というものを作り出していくんですね。こういう力が菌根菌糸にはあるわけです。ちょっと引いてみます。なんか星座みたいに見えませんかね。とても綺麗だと思います。しかしですね、これこういうものがあって、この土というものは生きた存在へと変わっていく。つまり土というものは本当に生きているんですね。土の中にどれぐらい生命がいるかといいますと、先ほど言った手のひらの土、これぐらいの土にどれぐらいの微生物がいるか、これが健全な土であったら、その数はなんとこの地球上の人口を超す 100億いるそうです。そんな多様な生命がいることで、この土というものは私たちを養ってくれる、そういう存在へとなってくるわけですね。ところが今私たちは大変なピンチに直面しています。どんなピンチかといいますと、このままではこの土がなくなってしまう。しかもですね、あとたった60年でこの地球上から土がほとんど消える。誰だそんなこと言ってるのは、世界の土壌学者なんですね。しかも国連の FAO はあと30年でこのままでは世界の土壌の 90% がダメージを受ける、残るのは 10%、 耕作に適した土っていうのは 10% しか残らない。そうなってしまったら人類どうなってしまうんでしょう。そんな状況になりつつある。どれぐらい今土が壊されているかといいますと、すでに人類は氷土の3分の1を失ってしまったと言われています。そして今も5秒ごとにサッカー場分の土が消えていってる。この状況が続いていったらもう人類もう終わりだ、そんな状況が見えてきました。だから2015年、国連は国際土壌年に定めました。今すぐ土を守る政策を世界各国政府はやらなきゃいけないよ、そういう警告を発するためですね。なんだ、土なんて作ればいいじゃない、そういうふうに思われるかもしれません。しかし土が作られるのにどれぐらいの時間が必要でしょう。1センチの厚さの土ができるまでにどれぐらいの年月が必要でしょう。これは地域によって大きな差があります。少なくとも100年はかかる。だから1センチの土が消えてしまったら回復には少なくとも100年かかる。地域によっては2、300年かかると、そういう状況なわけですね。だから土というものは再生可能な資源じゃないんです。失われたらはいけない、だからこそ失われないようにしなければいけない。じゃあこの資源、この土が、なくなってしまう、そんな事態が生まれる原因というのは一体何でしょう。まず考えられるのは森林伐採ですね。森林がなくなれば土もなくなる。でも森林伐採だけでは今起きている世界内の土壌がなくなるという状況というものは分かりません。説明ができません。どん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 海に消えていって、もう石ころだらけになった、そんな地域がどんどん今増えちゃってます。その原因はたくさんあるんですけども、今日は特にこの問題に注目していただきたいんですね。何かというと化学肥料です。農薬の問題で結構 みんな気にするんですけども、実は化学肥料が、全ての始まりにあります。化学肥料でどんな変化が起きるか、ちょっと見てください。こちらの方ですね、こちらの方は根っこの周り、先ほど言った菌根菌糸がびっしり生えてますよね。それに対してこちらどうでしょう。こちらは何もありません。こちらの方が自然な状態なんですけども、一体こちらには何をしてしまったんでしょう。こちらの方には実はたっぷりと化学肥料を与えてしまいました。植物が生育する上で必要な栄養素を全て化学肥料で与えてしまいますと、もう植物は
自分で頑張って炭水化物を流してまでやる必要がなくなってしまうんですよね。こちらの方はどんどん流さないと微生物がくれなくなってしまうから、微生物のためにどん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 流していきます。しかしこちらの方はもう化学肥料で根っこの周りにあるものだけ吸っていけばもう育っていけるわけですね。しかも4割も出さなくていい、4割全部自分の成長に使えるんですよ。だから化学肥料を入れると成長はすっと早いんですよね。早く成長していきます。化学肥料って便利だな、すごいなっていうふうに思っちゃうわけですね。しかし私たちの目の見えないこの土では、土の中はこんな変化が生まれてきちゃったんですね。じゃあこの土とこちらの土、どんな違いがあるんでしょう。こちらの土、もうこんな中に 10km 分の菌根菌糸が生えているような土ってどんな土になるかっていうと、これスポンジのような土になってくれるんですね。ふんわり柔らかい土になってくれる。だから雨がザーって降ってもスポンジのようにスッと水を吸収してくれるんですね。そして一旦吸収した水はですね、先ほど言ったグロナリンという物質がしっかりと蓄えてくれますので、雨が降ったらさーっと水を吸収して、そしてなかなか抜けていかない、ここでしっかりと水が保たれる水持ちのいい土になってくれます。これに対してこちらどうでしょう。菌根菌糸が生えない土っていうのは硬くなっちゃうんですね。だから雨が降るとなかなか吸い込んでいかない、ここら辺に水溜まりできちゃうんですね。水溜まりができちゃってどうなるかって、根腐れを起こして枯れたりします。そしてここには水が溜まってたりするんだけども、なかなか下の方には行かないもんで、こちらの方はカラッカラです。こういう状態で左がついたらどうなるでしょう。土はもうカラッカラに乾いちゃいますよね。カラッカラに乾いちゃって風が吹いたら全部飛ばされていってしまう。それから今度逆にですね、大雨が来たらどうでしょう。台風とか集中豪雨、そうしたら根こそぎもう土が流されてしまう。こちらの方は菌根菌糸がしっかり蓄えてますし、グロナリンがもうありますので、なかなか土は流れていかないんです。どれぐらい強いかというと、これちょっと数字忘れましたけども、大体3桁ぐらい強さが変わると言われています。そんなこともありまして、これ土がどんどんなくなるという現状が起きます。しかし問題はこれだけではないんですね。と言いますのは、土の中、先ほどこれぐらいの空間に100億の微生物が住んでいると言いました。その中には植物に栄養を与えてくれる、言ってみれば善玉菌ばかりじゃありません。植物を枯らしてしまう、病気にしてしまう病原菌、そういうものも含まれているんですね。しかしこちらの方どうでしょう。共生菌が根っこの周りをずっと覆ってくれてますから、こういう状況じゃ病原菌はなかなか恐れないんだそうです。それに対してこちらどうでしょう。なんもないですよね。こうなると病原菌は簡単に襲えてしまう。だからこちらの方の植物は立ち枯れ病になるとか、あるいは斑点がつくような菌病になってしまう、病気になりやすいんですね。せっかく手をかけて育てたのに菌病になったらどうでしょう。大損害ですよね。こういう時どうします。殺菌剤流すんですよね。殺菌剤流せば病原菌は抑えられる。こうやってめでたくめでたく植物は、作物は出荷できる状態になります。それでめでたしめでたしと言いたいんですけども、ここに住んでいる微生物たちどうなるでしょう。ただでさえ水が少ない、それから植物がくれる栄養も少ない、その上に殺菌剤かけられるんですね。こうなりますと、ここの土の中にいる微生物は生きていけるでしょうか。ほとんど生きていけない環境になってきます。つまり土壌の中の微生物たちが生きていけない環境、つまり死んだ土になっていく、このようなことで土壌が劣化していく、そういう問題があります。で、この問題だけでなくてですね、化学肥料というのはさらに進んでいきます。で、化学肥料はですね、これ分かりますかね。これ病気じゃないですよ。これマメ科の植物にこういっぱいつくんですね。これが根粒菌です。根粒菌っていうのは空中の窒素を取り出して植物に与えてるんですね。そして植物はこの根粒菌に炭水化物を与えてお互い共生してるんです。こんなことで直接窒素をやり取りしてますから、窒素はこの周辺にしか行かないんですけども、これが化学肥料として窒素を入れてしまうとどうなるかっていうと、
これどん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 流れていってしまうんですね。河川に入っていってしまいます。それからあるいはこれ気化するんですね。これ気化すると気候変動の原因になったり、それからこれ大気汚染になったりする。アメリカでは1万6000人がこれで死んでるっていうんですね。化学肥料って結構怖いですよね。みんな農薬の方を分かりますけど、まずこの化学肥料からこういったものが始まります。そして水の中に入ったこの化学肥料、窒素肥料ですね、これがまた大きな問題になります。酸欠になったり、赤ちゃんブルーベリーで死んでしまったり、あるいは発がん性物質になったり、そんな問題があります。でさらにですね、これは水の中に入っていきますと、これは前回のセミナーでやっていただいたサンゴの問題とも大きく関わります。これがこの化学肥料、窒素肥料が水の中に入っていくと、大量にこのような藻が発生しちゃうんですね。藻が生まれちゃいます。この藻ができますと、どん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 水中の酸素を食い尽くしてしまう。こうしてしまいますと、いわゆるデッドゾーンというものが生まれてしまいます。つまり酸欠であらゆる生命も生きていけなくなってしまう、そんな状態になっています。これちょっと見にくいですけども、これ何かというとアメリカの地図です。アメリカ、ここがフロリダ半島で、ここら辺がコーンベルト地帯、トランプが必死になっているラストベルト地帯ですね、コーンベルト地帯とも言います。ここで日本向けの遺伝子組み換え大豆、遺伝子組み換えトウモロコシ、ここで作ってるんですけども、大量の化学肥料を使ってます。そしてこの赤い部分、何かというと先ほど言った川とか沼、あと海にデッドゾーン、死のゾーンが生まれてるんですね。このメキシコ湾岸も、まあ、広い範囲で魚なども生きていけない、そういうデッドゾーンが広がってしまってます。でこのような化学肥料を使った農業、いつ頃から始まったんでしょう。実はそんな歴史は長くありません。第二次世界大戦、それが終わった後、1960年代ぐらいから化学肥料を入れれば入れるほど革命的に生産性上がるということで、これを緑の革命っていう名前で世界中に広げられてきました。そしてこの中で化学企業が農業にどんどん入っていく、参入していく、そういう状況になってきます。そして1996年、その化学企業のいくつかが新しい第二次緑の革命と言われることを始めていきます。それが何かというと遺伝子組み換え農業なんですね。で遺伝子組み換え農業というものが、まあ、かなりこの 生物多様性と大きく僕はかかっていると思うんですけども、1996年、今から24年前に世界で遺伝子組み換え農業が始まります。これが始まりますと、これ赤い丸が遺伝子組み換え企業ですね。世界の遺伝子組み換え企業は、これ青い何かと言いますと、世界の種の企業、種子企業ですね、これをどん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 買収していくんです。で今の時点でどんな状況になっているかと言いますと、なんと種子市場の7割近くをこのもうすでに独占しちゃっている、そんな状況がもう生まれてしまってます。ですから農業やろうと思ったら遺伝子組み換え企業から種を買わなければ農業できない、そんな状況が生まれてきているところもあります。しかしですね、まだまだこれは実は農家が種いっぱい持ってますので、その農家が種持ってる以上は大丈夫なんですけども、今その農家が持ってる種が危なくなってきてます。ではですね、このようにして生まれてきた遺伝子組み換えですけども、皆さん遺伝子組み換えどうやって作るのかご存知でしょうか。なんか遺伝子組み換えって種に細工するんでしょって思ってる人が多いんですけども、実はそうじゃないんですね。例えば人参ですね、人参根っこをこうやって分解していって細胞まで小さくして、それを培養していくと元の人参作れてしまうんですね。こういう、非常に面白い、まあ、人間でこれやろうと思ってなかなかまだできませんけども、原理的にはこれは可能です。で遺伝子組み換えっていうのは、実はこのバラバラにした細胞に遺伝子操作を行っていくんですね。どういう操作をするのかと言いますと、こんなことをします。わかりますかね、これピストルみたいな格好してますよね。これを遺伝子銃と呼びます。で実は今作られている遺伝子組み換えのほとんどはですね、この中に詰め込みたい遺伝子を入れて大豆とかトウモロコシにぶち込むんですね。
今一番使われているものって何かというと大腸菌の遺伝子の一部ですね。大腸菌の遺伝子の一部を弾丸に詰めて大豆めがけてズドーンと打つんです。そしてそのズドーンと入ったものが見事入りますと、これが成功になる。ただこんなことで遺伝子って組み替わるのかと思いません。実際こういう形でやって成功率っていうのは100回やって数回しか成功しないと言われています。とっても成功率低いんですね。で今ですね、こちらの方がメジャーになりつつあります。これが何かと言いますと、アグロバクテリウムと言います。これ何かというと、アグロバクテリウムという特殊なバクテリア細菌なんですけども、これに細胞を感染させるんですね。そしてこのアグロバクテリウムは遺伝子を運んで、その、感染させて、その、感染したものに遺伝子を入れる、こういうことをやるんですね。これを使って、この遺伝子を組み替えるということをやります。じゃあこちらは成功率高いのっていうと、こちらもあんまり高くないです。やっぱり100回やって成功するのは数回しかない、そんな状況になってます。でこんな形で、非常に、人為的な形で遺伝子操作したものが私たちが食べている遺伝子組み換えになります。そして冒頭でですね、世界で土がなくなっているって話をしました。あと30年で 90% 世界の土がこのままだったら、このままでは壊れてしまう、そう言われてますけども、非常に似たことが実は私たちの腸で起きてるんですね。で腸、何があるかというと、腸の中には腸内細菌がありますよね。この腸内細菌と土壌細菌とは実は役割が非常にそっくりだってことが最近分かってきました。で実は私たちの腸の中で異変が起きている、一番その異変が起きているのは誰かと言いますと、多分アメリカ人の腸がおかしくなっている。今アメリカ人の腸どうなっているかと言いますと、こんなことが起きています。これはアメリカでのこれ例えばはですね、糖尿病患者の数の推移です。遺伝子組み換えが始まるのが1996年なんですが、この時から急激にアメリカでは糖尿病がこんな風に増えてます。でこの赤い線何かと言いますと、この遺伝子組み換えで大量に使われますグリホサート、成分名がグリホサート、モンサントが、世界中に売っている除草剤ですね、商品名はラウンドアップと言います。これも使われている量を示しています。じゃあこの青い線何かと言いますと、これが、アメリカにおける遺伝子組み換え大豆と遺伝子組み換えトウモロコシの占める割合です。1996年に始まって2010年には 92% 近くなっています。今はもう 95% 近くまで上がってしまっていると言われています。このような健康被害が実はアメリカでは深刻な問題になっています。これ糖尿病だけじゃないんですね。さまざまながん、それから悲しいことにですね、子どもたちの自閉症、これもやはり急激に増えています。そして子どもたちだけじゃないです。高齢者の認知症、パーキンソン症、アルツハイマー症、これもやはり90年代後半から急激に増えている。そして今アメリカではとても悲しい言葉が警告として繰り返されています。どういうことかと言いますと、私たちの子どもたちは私たちと同じ人生を生きられない。つまり子どもたちは寿命が短くなってしまう。そう言われてるんですね。現にアメリカでは2015年、2016年、2017年と平均年齢がこのように低くとどまってしまっています。普通平均年齢って毎年上がっていくもんだよねと思ってませんでしょうか。しかしアメリカではもう下がってしまってるんですね。しかしですね、アメリカで下がっていると言いましても、アメリカでも65歳以上の方の平均余命はほとんど変わってないと言われてるんです。変わってるのは誰かというと40歳未満の若い人、特に子どもたちなんですね。アメリカでは子どもたちは 46%、 つまり2人に1人がさまざまな慢性疾患、アレルギーであるとか、あるいは、糖尿病であるとか、子どもが糖尿病になってしまう、そんな時代になってしまった。最悪の前に白血病の子どもも増えています。そんなことでこのままでは、子どもたちの、長い持病は短くなってしまわざるを得ない、そんな状況が今言われているわけです。じゃあこんな問題を引き起こしているその原因は何なんだということなんですけども、その原因としていくつか挙げたいと思います。まず最初に先ほどから出てますモンサントの除草剤グリホサート、これは成分名で商品名ラウンドアップですけども、
これは、とってもですね、今世界で一番使われている農薬、生物多様性を、激減させる上でも多くの役割を果たしていると考えられるんですけども、モンサント社は、これはですね、人間にはとっても安全だよって話をしているんです。なぜかというと、この農薬は例えば葉っぱから吸収されて、この植物が、この体を作る色味酸経路、このアミノ酸を作る経路を色味酸経路というんですけども、この色味酸経路をブロックする力があるんですね。だからこれを吸った植物はタンパク質アミノ酸作れなくなってしまうから枯れてしまう。だから除草剤として使える。だけどこの色味酸経路は動物とか人間には存在してない。植物と違って動物には、あるいは哺乳類にはこれ色味酸経路存在していませんので、これ動物にはもう作用しません。だからとってもリスクが低くて安全な農薬なんです。こうやって説明してるんですね。本当かってことなんですけども、確かに私たちには植物のような色味酸経路ないんですが、実は私たちはとっても大事なパートナーが体の中にいますよね。それ何でしょう。腸内細菌ですよね。私たちの腸内には100兆近くの腸内細菌が生きている。そのおかげで私たちはさまざまな栄養をもらえるようになっているわけです。これが実はですね、腸内細菌は植物の仲間なんですね。だから植物を枯らせるラウンドアップグリホサートは私たちの体の中に入ってきますと、私たちの体そのものは影響しないかもしれないですけども、腸内細菌は壊してしまう。そういうことがあり得るわけです。それではこれがですね、ちょっと今日なんでこんな話してるの、生物多様性でしょって話で、お前何を話してるんだってことを皆さんなんか懸念な顔をされている方がいらっしゃると思いますけども、実は生物多様性は私たちの体の中にもあるんですね。つまり私たちのこの腸内細菌の多様性が実は今失われ始めてるんです。この腸内細菌がなくなってしまうと何が起こるでしょう。こんなことが起きます。何かと言いますと、私たちは体全体を調整する上で不可欠な物質を実は腸内細菌の力をもらって作っていることが分かっています。どういうものが作られるかと言いますと、例えばドーパミン、メラトニン、セロトニン、こういう物質が作られているんですね。これ何をするものでしょう。これドーパミンはどういうものかと言いますと、これ神経のシナプスですね、神経のつなぎ目です。シナプスと言いますね。ここにドーパミンがいっぱい出ますと、ここに信号がどんどん流れていく。だから体を動かしたい、神経が通って機能していくわけですね。私たちは体を動かせることになります。だけどドーパミンが出なくなったらどうなってしまうでしょう。神経止まっちゃうんですね。こうなるとどうなるかと言いますと、体を動かしたくったって体が動かない、動かしたいと思っていないのに震えてしまう。これなんていう病気でしょうかね。パーキンソン症ですよね。こうやって、こういうパーキンソン症が増えていることが考えられる。それから次、メラトニンって何でしょう。メラトニンはドーパミンの正反対の物質です。このドーパミンがね、体を動かしたいときに作られるものですけども、メラトニンはその全く逆で、休みたいとき、眠るとき、このときに必要な物質です。つまりメラトニンがたくさんできますと、私たちは夜ぐっすり眠れるんですね。そして夜ぐっすり眠れることで私たちは体を回復していくことができます。メラトニン出なくなっちゃうとどうなるでしょう。眠れなくなってしまう、不眠症になってしまう、感情が落ち込んでしまったり、うつ病になったりします。そのような症状が出てきます。最後にセロトニン、これは何でしょう。これは、私たちご飯食べると血糖値上がってきますよね。血糖値上がりっぱなしになったらどうなります。臓器壊れちゃいますよね。そして私たち死んじゃいます。しかし血糖値上がっていくとインスリンが出てくるんですよね。インスリンが出てくることで血糖値を抑えられて私たちは健康維持できます。しかしですね、セロトニンが作れなくなってしまうとインスリンも作れなくなってしまうんですね。そうしますとセロトニンが作られなくなることで私たちの体はどうなるかっていうと、血糖値はどん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 上がりっぱなしになる。これなんていう病気でしょう。糖尿病ですよね。ですから先ほど
グリフォサートが使われれば使われるほどアメリカで糖尿病が増えてきた、そんな関係が言えるわけです。こんな形で私たちの体がどんどん変わってきてしまっている、そんな状況があります。それから抗生物質、実は遺伝子組み換えには抗生物質がたくさん使われています。すいません、この時間が長くなってましたので、ここら辺ちょっと端折らせていただきます。この抗生物質ですね、実は今人類最大の脅威になると考えられています。なぜかと言いますと、今この抗生物質耐性菌、これを AMR と言いますけども、この AMR で世界中で年間70万人死んでると言ってます。誰が言ってるのかというと農水省です。僕は実際この数倍言ってるんではないかと思います。毎年毎年ぐん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 増えていってですね、このままですと2050年には1000万人を超す、がんを超す人類最大の、脅威になると考えられています。で、この脅威、実はこの遺伝子組み換えの中に実は入ってしまってるんですね。だから遺伝子組み換え食品を食べるってことは、この抗生物質をやはり私たちの体の中に入れてしまうことになるんです。で、まあ、もちろんちょっと食べただけで体は変わりませんけども、それを10年20年食べていくとどうなるか、体がどん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 抗生物質耐性菌がいっぱいできてくる、抗生物質が効かない体に変わっていってしまう、そんなことで何かとこういった時に、まあ、命を落とすことがあり得るわけです。そして今日米通商貿易協定ができまして、日本にどん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 アメリカの安い肉が溢れています。そこでどういう肉が作られているのか、実はこのような環境で作られているんですね。工場のように動物を詰め込んで作る、こういう畜産がアメリカで行われています。日本でもこれになんか似てきちゃってる部分もあると思いますけども、アメリカの場合もっと大規模です。こういうのを工場型畜産、ファクトリーファーミングと言いますけども、これは鶏ですよね。これ何か分かりますかね。これよく見ると牛なんですね。ポサそうなってる牛だと思うんですけどね、今日本に輸入される安いアメリカ産の牛肉は 100% こういうところで作られています。つまり彼らはもう牧場には住んでない。牧場に住んでいる牛はですね、牧場、まあ、牛の出すゲップというものはすごい気候変動ガスですから大変なんですけども、牧場って広いですよね。広い牧草が二酸化炭素を吸着してくれますから牧場に住んでいる牛は気候変動を起こさないと言ってもいいと思います。しかしこういったところに押し込められた、こういったところではどうしても気候変動というものは起こさざるを得ない、そういう状況になります。そしてこういう牛たち、ストレスですよね。のんびり牧場の中で草を食べてたいのに、彼らは遺伝子組み換え大豆、遺伝子組み換えトウモロコシ食べさせられてるんです。早く太るのでね。そうやって食べさせられる、病気になりやすくなる。だから病気になって感染症になったらどうなりますかね。全滅しちゃいますよね。だから今アメリカではこういう家畜に抗生物質を餌の中に混ぜてます。そしてこれは豚ですけども、この豚もずっとこの抗生物質を浴びせるように毎日毎日食べさせられる。これもちろん病気を予防するという意味もありますけども、もう一つ意味がありまして、抗生物質食べると太るんですよね。だから成長促進剤としてもつけられています。しかしこのようなことをやっていくと何が起こるか、これが起きてきます。つまり抗生物質耐性菌が抑えられなくなってしまう。これはアメリカに現れている抗生物質耐性菌に感染した人の数を示してますけども、これが増え出すのは80年代後半なんですね。80年代後半ってどういう時代かと言いますと、これ以前まではアメリカでも牧場っていうのは、まあ、僕らのイメージにあります牧歌的な牧場、広い牧場、そういったものがあったわけです。しかしこの頃から先ほど言ったような詰め込み型のファクトリーファーミングにもう潰されていくんですね。置き換わってきます。それとともにこの耐性菌がどんどん増えてきた。一旦90年代落ち着くんですけども、96年遺伝子組み換えが出てきた頃からまたコントロールができなくなってしまった。そしてオバマ大統領は、これはもう前大統領はもう手に負えないということで、日本で伊勢崎サミットが行われた時に G7 でこの問題なんとかしようというふうにしたんです。そのような形で今私たちの生命を脅かす、そういう状況が生まれてきています。はい、さらにですね、
やるものが出てきます。それが何かというと、このゲノム編集ですね。このゲノム編集、皆さんマスコミの報道ですでにご存知だと思いますけども、従来の遺伝子組み換えとは違う技術だというふうに言われています。しかしこれは、先ほど遺伝子組み換えの作り方をご説明しましたけども、実はゲノム編集も全く同じ方法で作られているんですね。ただ詰め込むものがちょっと違うだけなんです。ですから従来の遺伝子組み換えとこのゲノム編集は同じ遺伝子操作技術だと言わざるを得ないんですね。じゃあ違いは何なのか。違いは一言で言うならば、これはセンサー付きの遺伝子破壊技術なんだと言えると思います。でゲノム編集というのは、マスメディアで説明するときはだいたいこういう、イラスト使われませんかね。ハサミで正確にその部分だけを切ることができる、ゲノム編集ってこういうことができるんだよ、そんなことを言うと思います。しかしこのハサミの例えは、非常に誤解を招く、正確じゃない。じゃあそういうことを言っている科学者がいまして、その科学者はどういう例えを使えばいいか、その科学者によりますとこれを使えって言うんですね。わかりますかね。手榴弾かロケット、ミサイル、これ何かと言いますと、このゲノム編集で今一番使われてますクリスパーキャスナインというこの仕組みなんですけども、これは何かというと、ごめんなさい、ですね、これは、細菌が、ウイルスに襲われた時にそのウイルスをぶっ壊すために作り出した仕組みだったんですね。まあ、私たちはインフルエンザなんかになると、抗体できますよね。抗体できるから、同じウイルスがやってきたら対応できますよね。だけどこの、細菌バクテリアですよね。バクテリアっていうのは単細胞生物だからそんなことはできないだろうっていうふうに思ってたんですね。ところがこの細菌は実はクリスパーという部分に、この、襲われた、このウイルスの遺伝子の一部を取っておく、記憶することができる、それがクリスパーという部分なんですね。このクリスパーというところにその遺伝子情報を置いといて、同じウイルスがやってきたらその、遺伝子情報を使ってそのウイルスを検出してしまうんです。そしてそこにこの手榴弾を投げつけるんですね。このことによってそのウイルスをぶっ壊す、それから、生存するために生き残るために、ウイルスをぶっ殺す、そういう手段がこのクリスパーキャスという仕組みだったんです。でこの仕組みを使いますと、生物の遺伝子の特定の場所を、この遺伝子を、止めることができる、破壊することができるということで、これゲノム編集ということで、この研究者が作り出したそういう技術なんですけども、でもこのゲノム編集って言葉、実はとんでもない嘘があります。編集って言葉がちょっと問題なんですね。何かって言いますと、編集っていうと普通皆さん、なんか雑誌の編集、記事の編集、文章の編集とか皆さんされたことはありますかね。編集するときって切り刻んだだけで、はい編集しましたって言ったら怒られますよね。切り刻んだ後ちゃんと整えなさいっていう怒られますよね。じゃあゲノム編集ってそれするんでしょうか。実はこれしないんですね。ゲノム編集何するかっていうと、クリスパーキャス、この手榴弾投げつけて特定の遺伝子をぶっ壊した後は、あとは何もしないんです。何もしないとどうなるか。そこは生物任せ、運任せなんです。だからこの技術は、非常に危ない、その意味では遺伝子をうまく壊すことができる可能性がある。その確率はどれぐらいかっていうと、正確なところは分かりませんけども、3分の2はうまくいくかもしれないけども、3分の1は失敗する、そんな、情報があります。じゃあこのゲノム編集によって私たちの遺伝資源どう変えられてしまうのか、ちょっと考えたいと思います。時々ゲノム編集っていうのは遺伝子をスイッチオンオフにするだけだから、これは自由にもう変えられるんだ、そんなことを言ってる、報道してる時があると思います。じゃあ一旦オフにしたものはもう一回オンにできるのって思いますよね。これできません。ミサイル、手榴弾投げつけちゃってぶっ壊しちゃうんで、もうぶっ壊したものは戻らないんですよね。遺伝子がもう壊れてしまいます。しかしこれゲノム編集っていうのは画期的な品種改良技術だ、
これを使ったらいろいろな新しい品種作れる、こんなこと言ってます。本当でしょうか？これは嘘だと思うんですね。っていうのは遺伝子破壊するだけですから、できるのは機能を壊すことだけなんですね。機能を壊すことであって、新しい機能を作るってことでは決してないんです。じゃあ機能を壊すことで何ができるでしょう？まずこれができます。私たちの、この、細胞すべてですね、大体ですね、成長を促進する遺伝子と成長を抑制する遺伝子、言ってみればアクセルとブレーキ、そういう機能が必ず対になって揃ってます。育ちすぎちゃうと困りますよね。だからアクセルもあればブレーキもある、そういう状況なんですけども、ゲノム編集でブレーキをぶっ壊したらどうなります？どんどん育ってきますよね。だから収量の多い稲、収穫が多い小麦、そういったものが作れると言ってるわけです。それからですね、ギャバっていう栄養成分がありますよね。ギャバがとても体にいい、だったらギャバを抑制する遺伝子壊しちゃえ、そうなるとギャバだらけのトマト、そういうものが作れてしまうんですね。皆さん食べたいですかね、そういうものね。これっていうのはコントロール、バランスを失った生命体ですから、僕は生命体としては人の手がなくなってしまったら簡単に滅びる、そういう脆いものになってしまうなと思います。それはそれだけじゃないんですね。例えば、ジャガイモはですね、目に毒がありますよね。だからジャガイモの皮むきするときは目はしっかり取らなきゃいけない、そう皆さん取ってると思うんですね。ジャガイモは生き残るために目だけは取られたら子孫残せないから、そこに毒を集めてるんですよね。だったら毒を作る遺伝子をぶっ壊したらどうなんでしょう？毒が作れなくなる。だから目を向かなくていい。これって新機能といえば新機能ですけども、毒を作る機能を壊しただけですよね。そのようなことで、ゲノム編集されたものからさほど画期的なものは僕は作れないというふうに思います。じゃあゲノム編集っていうのは安全なんでしょうか？ゲノム編集っていうのはですね、このような問題があります。特にですね、気をつけなきゃいけないのはですね、抗生物耐性菌も作り出す可能性もありますし、よくマスメディアではオフターゲットについてはよく説明します。つまり遺伝子っていうのはとっても似ている単純な構造を持ってますから、特定の遺伝子だけ壊したいと思っても、そのような同じような配列を持った遺伝子っていっぱい見つかるわけですね。それらを間違って壊してしまう、目的でない遺伝子を壊してしまう。でもこれは減らすことはできるかなというふうにも言われています。しかし狙い通りであったときどうなるか、先ほど言ったように手榴弾投げつけてその遺伝子を壊すわけですから、これがどのような変化をするかというのは実は生物任せなんですね。で実際に実験してみますと、3分の1ぐらい想定していないタンパク質が作られている、そういったことも報告されています。そうしますと想定されていないタンパク質を作る作物を食べたらどうなるんでしょう？これはもう生命の問題にアレルギーとか自己免疫反応とか、そういったものを生み出す可能性があります。あと15分ですね。全然言ってませんね。半分も言ってない、困ったな。ですね、じゃあ急ぎます。でこの技術そのものは昨年3月にですね、このクリスパー・キャス9を開発した科学者自身が、この技術は人の赤ちゃんには使ってはいけない、そのような声明を発表しました。最低5年これは使っちゃいけないよ、そんなことを言ったんですね。なぜかというと赤ちゃんの責任誰が取るの？取りきれないですよね。そういった意味でこのようなことに声明を出したわけです。でも人の赤ちゃんはよくって、稲の赤ちゃんだったらいいんでしょうか？これはですね、稲の赤ちゃん、稲の場合は花粉でどんどん広がってきます。そうしますとこれは人以上に世界の生態系を変えてしまう、その危険が僕はあると言わざるを得ないと思います。で、あと15分しかないのでここら辺はちょっと端折りたいと思います。今なんか嫌な話をしましたけども、このような形で私たちの食というものは急速に変えられつつあります。遺伝子組み換えとかゲノム編集、これがどんどん出てくるような状況になってきています。しかしこういうものって簡単に変えられるんですね。食を変えると大きな変化が起こる。そして今アメリカのお母さんたち、これは何かというと、今から7年前アメリカのお母さんたちが、アメリカ全土で遺伝子組み換えに反対するデモを行った、その地点を示したものなんですね。
そして今アメリカでは食が急速に変わってきています。これはあるスーパーでの遺伝子組み換えでないものの売り上げです。急速に伸びてますね。そしてこの地図何か分かりますかね。アメリカの世帯で有機食品買ったことがある世帯を示してるんです。見てください。ワシントン州 92%、 カリフォルニア州 90%、 アメリカ全土で 82%。 つまりアメリカでは有機食品というのは買うのが当たり前になっている。これはアメリカだけかと言いますと、実はこれは EU です。 EU はアメリカ以上に有機食品がもう普及したってます。先進国ダメだろう、そんなことありません。ブラジル、インド、なんと中国。中国は今世界第5位になりました。有機の生産第5位です。急速に増えてます。韓国は今学校給食のお米はほとんどの地域で有機米になっているそうです。で、世界全体でなんと20年足らずで有機市場は5倍近く増えてるんですね。こんなこともありまして、今この遺伝子組み換えというのは、これグラフ何かと言いますと、遺伝子組み換え作物の栽培面積の推移なんですね。こんな感じでロケットのように伸びてきたんですけども、2015年初めて前年比を下回りました。はい、それで、こんなことで、つまり遺伝子組み換えはもう壁にぶち当たったと言えるんですね。でも残念ながらこのグラフないんですけども、2016年、2017年、2018年は微増してます。こんな状況になっても買い続けるバカな国がいるんですよね。一体どこでしょう。残念ながら日本なんですよね。で、これはですね、日本に輸入されてくる、遺伝子組み換えでないトウモロコシの数です。2007年には7割ぐらいが日本で使われる遺伝子組み換えでないトウモロコシというのは、日本で使われるトウモロコシは7割ぐらいが遺伝子組み換えではなかった。でも今それは3割くらいまで減ってしまってます。じゃあ一体どこに使ってるんだよ。皆さん飲んでませんか、発泡酒、あるいは酎ハイ、その中にも入ってると考えられます。で、このような農業一体何をもたらしているのか。私たちの健康を壊している、私たちの内なる生物多様性を壊している。それと同時にこういう、これが起きてるんですね。これ何か分かりますかね。これはブラジルにおける遺伝子組み換え大豆の収穫風景です。これ見ていけば土がどんどんなくなっていく。こういう農業やっていくと10年20年やっていきますと土がどん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 削れていってしまいます。それからもう一つ、これも起きてます。これオオカバマダラという蝶はですね、渡り鳥みたいに何千キロを移動する、北米を象徴するそういう蝶なんですけども、これが今これが絶滅危惧になっている。これはなぜかというと、幼虫の餌であるものがこのラウンドアップにグリホサートによって全部なくなってしまっているんですね。遺伝子組み換えの普及によってこういう蝶がもう絶滅危惧になってきている。そしてこの気候変動、私たちが今直面してます気候変動、気候変動というとすぐ車とか発電方法とかに議論がいきますけども、実はもちろんそれも大事なんですけども、気候変動を引き起こしている気候変動ガスを出しているセクターで言いますと、実は食が半分ぐらい出しているんですね。例えば、自動車、それから飛行機、鉄道、全て合わせてもアメリカで作られているような安い肉、ファクトリーファーミングから出てくるこの牛のゲップの方がはるかに気候変動を引き起こしているんですね。と言いますのは、先ほど見たようなこんなところで作られているからですね。実際彼らは遺伝子組み換えトウモロコシ作らされています、食べさせられています。遺伝子組み換えトウモロコシのエネルギー効率はこんな状況です。わずか270カロリーを得るために10倍以上のエネルギーを使っている。なぜでしょう。一つはですね、化石、化学、肥料、あれはですね、大気をですね600度ぐらい、天然ガス燃やして化学変化を起こしてこの空中から窒素を引き出すんですね。ですから膨大なエネルギーを使います。つまりこのような農業というものは気候変動を引き起こす、そういうことになってしまいます。そしてこの農業こそがそのような生命を、この地球の生態系を大きく変えてきたと言わざるを得ないんですけども、しかし同時にですね、気候変動、農業というのは止める力があるんですね。
トヨタはできませんけど農家にはできる。なぜかというと、冒頭で説明しましたけども、この光合成っていうのは大気中に出てしまった二酸化炭素をぐん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 土の中に戻す、そういう営みなんですよね。そしてそうすることによって気候変動が緩和するだけじゃありません。これがですね、入っていくことによって土はどん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 栄養豊かな土へと変わっていくわけです。それを育っていく植物も元気になってくる、私たちもそれを食べる私たちも元気になってくる。つまりこのような農業をしていったら気候変動って収まるじゃないか、今世界の科学者たちがそれを言ってます。その科学者たちの提案を受けてフランス政府はパリ会議でこれを世界中でやっていこうと、クアトロパワーミルイニシアティブというものを始めようとしています。つまりこの毎年毎年1000分の4土が吸収できる二酸化炭素を増やしてあげることで、このどん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 この気候変動を止めることができるじゃないか、今そういうことが言われているんですね。しかし今何やってるかと言いますと、ここに化学肥料を入れて農薬を入れて微生物たちを殺してしまう、殺してしまうから彼らはメタンガスになって出ていっている。つまり農地が気候変動を起こす原因を作ってしまっているんです。しかしこの土の力を、つまり化学肥料とか農薬を減らしていくことによって、この微生物たちの力を復活させる農業にしていったら気候変動も戻るし、そして私たちの健康も戻っていく、そのような関係にあると言えると思います。これで私たちはどんな影響を出しているのか、日本ぶっといですよね。こういう影響を私たちは挙げています。つまり私たちが食べるものを変えていくことによって、これは大幅に変えられるのではないかと今僕はそういうふうに思っています。つまりですね、例えば病気が増えている、あるいは気候変動、あるいは環境汚染、こういった問題の根本原因としてこの食の問題がある。例えば遺伝子組み換え大豆に象徴されるような食がある、これを変えることができたら、このさまざまなローカルな問題、それからグローバルな問題、これは変えていけるじゃないか、今このように考えられるわけになり始めたわけですね。つまりこれをですね、食のデモクラシー、フードデモクラシーという名前でそれが呼ばれています。つまり食を変えることによって地域の問題、グローバルな問題変えられるじゃないか、そういうものをですね、フードデモクラシーとしてこれやっていこう、今世界の市民がこういう考え方をし始めました。つまりこの根本原因である食の問題を、生態系を守る農業、それはアグロエコロジーと言いますけども、それに変えることによってこの健康の問題も環境の問題も生態系の問題も変えていけるじゃないか、このような形で今世界は動き始めています。しかしこれを変えるためには、実はこれを実現する種がすごく大事になってくるんですね。で今種がちょっと大変な話になってるんですが、そこまでいけるかちょっと分かりません。でこの今言った話というものは、市民運動がそうやってますよっていうレベルではもうなくなりました。国連そのものが、この生態系を守る農業、アグロエコロジーと言いますけども、アグロエコロジーとあと小規模家族農家を重視する農業、これこそが世界の食、環境、健康の解決策だとして今推進するふうに変わりました。昔は違ったんですよ。国連は工業化しよう、企業に任せよう、そうしたら生産性が上がってよくなる、最初はそう思ってた。しかし2007年2008年の世界食糧危機で大きく変わりました。この変わりを、これをしてないのが今の日本政府です。日本政府は未だに企業や工業的な農業を進めることによって、食は日本の農業は強くなるという、日本政府しか言ってないようなことを言ってます。しかし世界はもうこちらの方に転換をしました。もうヨーロッパの政府は、アメリカ政府は弱いですけども、アメリカの中ではこういったことの研究を非常に強くあります。そして今、国際家族の、国連家族農業の10年として今世界大でこれが始められています。ちょっと時間がないのでちょっと省りますが、このアグロエコロジーどういう考え方かといいますと、これは現在の工業型の農業です。化学肥料は農薬を使う農業です。そこそこ生産性はあるけど環境を壊してしまう、これが環境軸なんですね。こちら環境を守る方です。アグロエコロジーっていうのはこうなんですね。つまり生産性を下げずに
この環境を守る、そういうふうな転換というのは実は可能なんだ。なんで可能なのかというと、もうこのような学問体系ができています。もうさまざまな学問を、集めて、そして農家の知恵をもらって、これを対話させながら作り出すのがアグロエコロジー。実際にこれはキューバ、ブラジル、ラテンアメリカで大変な成功を収めまして、今アフリカにも広がっています。そしてこれは今フランス政府が政策に取り入れました。イギリスでも政策の取り入れはもうずいぶん前から始まっています。この農業を一番研究しているのはアメリカです。今世界大でこのような農業が入ってきています。どういうものなのか後で見ていただきたいんですけども、非常に自然の力を使いながらやっていく農業ということができると思います。そして土の微生物もこのように大事にしていく、そういう発想で作られています。そしてエネルギー主権も含めてですね、この食料主権、技術的にも農家の持っている知恵を、主体性を非常に重視する、そういう考えで作られてきています。はい、そしてですね、この、種が今危なくなってきている。種がなければ私たちはもうおしまいになってしまうんですけども、例えばですね、皆さん知っているトウモロコシってこれですよね。これっていうのは起源たどるとこれなんですね。テオシントという、これ古代からあった、今でもあるんですけども、これをどん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 荒廃させていって、この生産性の高い、そして甘くていっぱいつく種がいっぱいつく、そういうものトウモロコシ作ってきたんです。しかしこのトウモロコシ、こちらの方がいい気がしますよね。でも今これがとっても大事だなって言われてるんです。これって種も少ないし硬いし食べられないし、これが何で大事かっていうと、なぜでしょう。実はこうやって進化する中で、このトウモロコシって失ったものがあるんですね。それ何かと言いますと、生命力なんですよ。こちらのトウモロコシは生命力弱くって、人が世話しないと枯れちゃいます。しかしこちらの方は生命力とっても強くって、野生の環境でも育ててくれるんですね。で、改良をやっていって逆に言うと弱くなってしまって病気になって絶滅してしまうこともあり得るわけです。病気になった時どうするか、これと交配してあげるんですね。そうすると生命力をまた復活させるんです。ですからこのような形でこの多様性を保つってことは非常に重要なことになります。しかし私たちはこの種の多様性を大幅に失いつつあります。もう 90% の遺伝資源を私たちはもう前世紀に失ってしまいました。そしてこの多様性を保つことがですね、私たちの命を守る上で不可欠だと言われています。で、この多様性、実は守り続けている、一番それを守ってくれている人は誰かと言いますと、先住民族なんですよね。FAO によりますと、世界の生物多様性の8割は先住民族が守っていると言われています。で、実は先住民族は現代文明を大きく変えてきた、そういう存在だというふうに思っています。近代民主主義も先住民族と、ヨーロッパの人たちが出会ったことから生まれたんではないかと考えられています。そんなこともありまして、実は先住民族が世界に貢献することっていうのは非常に大きなものがあります。この世界が本当に生物多様性を守れるかどうか、実は先住民族がどのように私たちが先住民族と、共存できていくのか、それにもあると思います。で、いきなりですね、すみません、時間がないところで申し訳ないですけども、ブラジルの問題に入ります。で、実はこれ何かと言いますと、日本政府はブラジルの、このアマゾン、非常に今危ない状況にしていってるのは、実は日本政府の ODA が大きく関わってるんですね。で、今ですね、この1970年代から日本政府は ODA でブラジルの中央のサバンナ地域、セラードと言われるんですけども、そこで大規模な農業開発をやってきました。その結果、その地域からどん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 大豆が作られるようになったんですけども、今それがアマゾンを破壊しつつあります。この色がついている部分ありますね、これが破壊された部分です。で、セラードっていうのは大体ここら辺
いるんですけども、ここら辺で日本の ODA で大豆が作られてきます。そして大豆をアマゾン通じて輸出するようになってしまった。その結果、そのアマゾンの道を切り開くと、そこからどん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 森林が壊れていっていくのが見えると思います。そして今日本の商社はそこに進出しているんですけども、この進出している地域と破壊されている地域を重ね合わせますと、こんな感じですね。見事に重なります。そしてアマゾンの火災、昨年から今だに大きな問題になり続けているんですけども、これを合わせてみるとこんな感じです。で、オーストラリアも火事だ、アマゾンも火事だ、これは気候変動の原因だっていうふうに思っているかもしれませんけども、実はアマゾンの火事は気候変動によるものもないとは言いませんけども、それはアマゾンの場合はそれほど大きな原因にはなってません。と言いますのは、そうだったらここ全部で起こるはずですよね。こちらは起こってないんです。これは何かというと、農業開発が非常に進んでいる部分で起きています。つまり農地を広げるために意図的に火がつけられているんですね。そして今それがですね、日本の ODA と重なりまして、ブラジルのアマゾンを壊し続けていると。世界の生物多様性の多くを占める、アマゾンがそうやって今壊されようとしています。で、最後にこれがですね、先住民族がどのような役割を果たしているかといいますと、これ赤いところは森林が破壊されたところです。で、この深い緑は何かといいますと、先住民族の土地と言われているんですね。つまりブラジルで憲法で保障されて、先住民族以外入っちゃいけない、そうなっている ところの森林というのは未だに守られているんですね。しかし昨年もうこの土地にどん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 侵入者が入っていって、先住民族を殺したり攻撃する、そういう事件がどんどん起きています。今その破壊、ここでも開発をしようという極右の大統領が就任して、日本政府は EU のヨーロッパの政府は全部非難を強めているんですけども、アメリカのトランプと安倍さんはそのボルソナロ大統領を支持するということを表明しています。その結果、今このような攻撃というものは非常に大きな問題になっています。はい、もうすぐ終わりです。皆さんお疲れになっていると思いますけども、最後、何を言いたいかというと、日本の問題に行きたいと思います。日本で皆さんご承知かと思いますが、この2年のうちに日本の食を規定する法律が次から次へと変えられてしまいました。種子法、それから、これがですね、農地法、それから、競争力、農業競争力強化支援法、卸売市場法、つまり種から卸売市場までそれを変えてしまうという非常に大きな問題、それから来週から、来週か多分ですね、この通常国会、今回の今、国会で行われてます、国会で種苗法を改悪する、そういう可能性が非常に高くなっています。で、これによってですね、何が行われようとしているのかといいますと、種をですね、民間企業に任せてしまう。これまでは、都道府県がしっかりと作ってコシヒカリの種とかを、足りなくならないように農家の人にちゃんと作る、そういう体制というものがありました。しかしその体制をもう民間企業に任せよう、今そのような動きになりつつあります。で、これに対して対抗策として今やってますのが、この各都道府県で種子条例を作ることで対抗していこうという形で、今半分ぐらいの都道府県でこのような動きが作られてきています。つまりこの食を変える上でですね、実は国会を変えるってなかなか難しいものがありますけども、地方は変えられるんではないか、地方でそのような食を変えるってことがかなり今現実味を帯びていると言えると思うんです。つまり種子事業をやっているのも、卸売市場を守っているのも、それを担当しているのも、実は地方自治体なんですよね。私たちの生活というものは地方自治体がやっています。それを地方自治体に私たちが声を出すことによって地方を変えることが可能であり、その中から私たちの食というものは変えていける可能性があります。そして今私たちが考えなきゃいけない問題として、この在来種を守っていく必要がある。例えば在来種はですね、
お米の場合は全国で300品種ぐらい高級品種、コシヒカリとかササニシキとかそういったものが作られてますけども、在来種のお米はちょっと前までは数千種あったって言われてます。だけど今それどれぐらい減ったかって言いますと1000ぐらいに減ってしまっている。しかしその1000もあと10年で消える可能性があるんですね。なぜかというと、この在来種はみんな農家の人がそれぞれ個人で守っているものがほとんどなんです。そしてその農家が引退してしまって、その種を受け継ぐ人がいなかったら、その種は永遠に失われてしまう。私たちの遺伝子権は永遠に失われてしまう、そういう状況になってしまうんですね。で今この在来種を守るっていう動きが世界中で本格化して、アメリカでもネイティブアメリカンの種を守る法案が昨年提案されました。じゃあ日本でどう変えていくんだ。食が生態系を壊してるのは分かった、生態系を守る農業があるというのも分かった。じゃあそういう農業にしていくためにはどうしたらいいだろうか、私たちに何ができるだろうか、これを考えるときに皆さんぜひ学校給食を考えていただきたいんですね。実はこの学校給食でありまして、今ヨーロッパでもブラジルでもそれから韓国でもアメリカでも有機農業が急速に伸びる、そんな関係になってきています。ですから例えば私たちの市では、学校ではこれ有機米にしよう、学校給食を有機米にしよう、そういうことをすることによってこの急速にこの地域の食を変えることができる。そしてですね、今そういうことをやっている千葉県いすみ市であるとか石川県羽咋市、こういったところでは学校給食はほぼ皆有機米や自然米になっているという状況になっています。このような変化をすることによって、私たちはこの今進みつつある生物多様性を壊す、そういう食の流れを止めることが僕はできるんではないかと思います。そして最後にですね、これだけ言って終わりたいと思うんですけども、変えるためには政治で変えようとすると過半数取んなきゃいけないとかあるかもしれません。しかし 5% の消費者が変わったら食のシステムは変わると言われています。だからこういった問題に関心を持つ人を 5% 増やすだけで、私たちの食のシステムというのは変わっていく、食のシステムが変わっていくと、まあ、関心のない人もその健康もやはり変えていくことができると思うんですね。ですからなぜこれ 5% 変わるとそうなるかと言いますと、 5% 売り上げが下がったら企業にとっては大問題ですよね。だから 5% の消費者が変わるっていうのは、この変化を起こす上で十分な値なんだそうです。ですから 5% の人たちにこの生物多様性の問題、食の問題、ぜひ伝えていただいて、日本の農業、そして日本の食を変えるきっかけを皆さん世界、この全国で作っていただけたらなというふうに思います。かなりまとまりのない話になって大変恐縮なんですけども、今日の話はここまでにしたいと思います。どうもありがとうございました。ここで20分程度、質疑の時間を取りたいと思います。もう化学肥料の話、ゲノム編集の話もとてもショックなお話ばっかりだったんですけれども、野菜とか果物を口にするもので、F1 種も今もうほとんどだっていうようなことを聞いていて、でちょっと、その F1 の栽培のこととかもよく分かってないんですけれども、そういう昔は多分在来種とかのものがそういうふうに変わってくることで、まあ、人の健康、体への影響とか、あとはその、まあ、生物の多様性とか環境に与える影響とかっていうようなことも含めて教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、F1 種といいますのは異なる種を掛け合わせると、その、1代目の、この種はこの2つの、種、親の種のある出やすい性格がきれいに並んで出てくれる、昔は優性遺伝とか言ったの、優性じゃなくて兼性ですね、よく現れる、そういう、つまりお互いが持っている、例えば病気に強いものと味のいいものを組み合わせると、その子供は病気にも強くて味もいい、そういうことが、まあ、全ていくわけじゃないですけども、そういうことが出ることがあるわけですね。でそういったものは F1 種として、今、とても野菜などでは過半数になってしまってます。とても均一のものが作れるということで、例えば出荷を合わせて規格品のように大きさを揃えることもできますので、今スーパーに並んでいる野菜はこの F1 種が多い。
一方で、お米は F1 種というものはめったになくて固定種ばかりです。F1 種もあるにはあるんですけども、これはまあその種類によって随分違います。でこのまあ F1 種をどうやって作るかちょっと今日、時間がありませんの でこの F1 種に関して、まあ、ちょっとかなり誤解も、僕は広がっているのかなという感じはしています。 F1 になりますと必ずあの F1 の後も種はできないと考えている人が多いんですけども、これは種はできます。F1 で作ったものをさらに収穫してさらにそれを植えてまた作ることはできるんですけども、その種というものはどん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 メンデルの法則でばらけていくんですね。ばらけてしまうので同じようなものが取れない。そうなると不便なので、やはり農家としては毎回毎回種を買わなきゃいけない。種を買わせる、まあ、手段としても使っているということで、それは困るケースもあると思います。これに対して固定種と呼ばれているものというものは、だいたいいつも入ってもその種をまた同じように使っても同じような性格が出ますので、そういった意味ではずっと使い続ける、そういうことができるものになっています。だからそのような話の差がありますけども、まあ、F1 種であるからといって健康に悪いということが、すぐなるわけでは僕はないと思います。ただしこの、まあ、改良を続けている種がですね、元から持っていた在来種が持っていた生命力を持っていない、そういうケースというものはあります。そのようなこともありますので、それよりもやはりもっと、昔の代の在来種の方が栄養分も良ければ、そして体にもいい、そういう、だからこそそういう在来種を欲しいという人もいるかもしれません。しかし野菜の場合はですね、F1 種じゃなくてその在来種にすると畑の維持が大変になってしまって、実際に保つのは難しいです。ですからそのように固定種の野菜を一番作りたい、食べたいっていう時に一番いいのは家庭菜園やるのが僕は一番いいと思うんですよね。家庭菜園やることでその在来種のものが作れます。これを今例えばそばの農家の人に在来種の野菜作ってって言われても、農家の人も困ってしまうっていうケースが僕は出てしまうんではないかなと思います。ですから、まあ、F1 については、まあ、いろんなケースバイケースでですね、そんなに僕はF1 だからいけないということでは必ずしもないんじゃないかなというふうに思っております。すいません、ありがとうございました。たくさんの一貫のお話とか、あと一時のコミュニケーションとか勉強に向かったです。2つお聞きしたいんですけど、まず私は科学に興味があるんですけど、こういうことってすごいたくさんの方がいろんなことを言ってると思うんです。でもう少し知りたいってなった時に、どういう、もしその尊敬しておられる科学者とかがおられたら教えてほしいっていうのが一つです。はい、ちょっとごめんなさい、いいですか。すみません、やはり今日本語で出ている情報といったものがかなり偏っている状況というのは知っていただいた方がいいと思うんですね。でこの問題、例えば食の問題ですと、国連組織はかなり今信頼できると思います。実は FAO の最大のドナー、お金出したのは日本政府で、日本政府は悪い影響を与えていて、いつまで FAO がそれを耐えられるか心配なんですけども、今 FAO から出ているさまざまなデータはかなりいいもの出てます。それからそれをその国連などで活躍しているような NGO の出している情報にもやはり英語のものが多いですけども、ぜひそれを読んでいただきたいと思います。例えば遺伝子組み換えの問題ですと、例えばこれ検索してもらえばすぐ分かりますけども、 GM ウォッチという団体があります。この団体は非常に遺伝子組み換えの問題に関しては素晴らしい信頼できる情報を出し続けてます。これは市民団体です。はい、小さな市民団体ですね。はい、すいません。あとすいません、もう一つ薬剤耐性菌についての話なんですけど、はい、授業で遺伝子組み換えを習ったことがあって、その時におそらくアンピシリン耐性遺伝子とかを使うのが悪いというふうにおっしゃってるのかなって思って、まず一つの質問としては、その植物が持ってる遺伝子を食べた時に、その耐性を持っている遺伝子が体の中で翻訳されてタンパク質になることはないと思うんですけど、そこをどう考えておられるかと、あと一つがなんかその病気との関連性とか見たときに、植物の耐性遺伝子っていうより、その医療的な薬の耐性菌っていうこの影響が大きいのかなっていうふうに思ったんですけど。はい、この問題はですね、実際
証明するっていうのはなかなか難しいんですけども、残念ながら今やってるのはですね、遺伝子組み換えの中に入っています合成物質耐性タンパクを作り出す遺伝子がですね、私たちの体の中に入っているというのはもう間違いないわけですね。でその遺伝子に触れた大切の体そのものがすぐに変わるということはないかもしれませんけども、これは私たちの体ではなくって腸内細菌にまず作用するわけですね。腸内細菌はそういったの遺伝子を取り込みやすいんです。私たちの体は遺伝子、異物が入ってきてもそれを取り除く力ありますので、なかなか入ってこないのは確かにそうだと思います。しかしまず私たちの腸内細菌が耐性菌になっていく、これはもう、もう避けられないと思うんですね。ですから大学の中ですと今は遺伝子組み換えを進める側の人の方がはるかに多い、逆に批判する側の人はなかなか生き残れないところがあると思いますので、大学の中のデータだけ見てますとそちらの方になってしまいがちですけども、実際にこれはですね、例えばアメリカの汚水処理場にこの抗生物耐性遺伝子が実際に検出されてるんですね。それはつまり私たちの、下水あるいは家畜から出されたものからやはりもう出ていってしまっている、つまり私たちの体をくぐり抜けて私たちの体の中の腸内細菌も変えて、それからさらにこの汚水処理場でもその遺伝子は生きているというね、そういう状態が今研究でもう明らかになってますので、それを考えますと私たちの体はやはり変えられている可能性は僕はあると思います。すいません、この話をすると多分時間がなっちゃうのでこれぐらいで許せて、昔テレビ東京の WBS で遺伝子組み換えの、番組を作ったデータを作ったものなんですけど、データを使っていただいてありがとうございます。質問がですね、その時番組でも取り上げたんですけども、アメリカとかで非常に有機の市場が広がっているということで、それでヨーロッパでもあと話にあったように中国でも広がっているという話だったんですけども、やっぱりなかなか日本で広がっていかないなというのがありまして、そこはまあなぜなんだろうというのが1点目と、あとアグロエコロジーとか非常に面白いなと思って、国連の取り組みとして、初めて知ったんですけども、非常に面白いなと思ったんですけど、この辺でなんかその日本政府とかが何かアグロエコロジー、地方自治体でもいいんですけども、取り組んでいる事例とかが何かあったら教えてください。はい、わかりました。最初の質問は、有機市場、有機市場ですね。有機市場、日本は世界が5倍になっているのになんで日本は広がらないんだ。日本は実は僕はですね、一つはマスメディアの問題があると思います。今結構ですね、子どもたちの健康状態、これはもう非常事態がもう起こっていると考えていただいた方がいいと思います。子どもたちの発達障害の数が、うちの子もそうなんですけども、もうこんな具合でもうコントロールできないぐらい大きくなってるんですよね。この原因としてやはり農薬の問題が取り上げられてます。ですからこれを変えなきゃいけない。だけどそういう発達障害を持っている全部個々の親の責任、自己責任にされて、その親たちがこれ政策変えようよっていう動きってなかなか日本作りにくいんですよね。ところがそれっていうのは他の国ではもう当たり前です。これ有機を食べると、先ほどもちょっと見せましたけど、2週間食べるとほとんどの農薬って消えるんですね。だから2週間でいいんですよ。もちろん炎症とかでね、体壊しちゃった人はもうちょっと時間かかりますけども、私たちの中に入っている農薬を消すにはほぼ2週間、1ヶ月ぐらい有機ばっかりで生活したらほとんど消えてきます。ですから体って、飛躍的に変えることができるんですよね。今そういったことはもう当たり前常識になっていて、アメリカの人たちもだから有機を変えれば有機にしたい人がほとんどなんですね。遺伝子組み換えなんかも食べたくないと思っている人がほとんどです。だけど日本はどうなってるかっていうと、多分知らないで食べてると思うんですよね。日本では肉のほとんどの餌はほとんど遺伝子組み換えですし、サラダ油、菜種油はほぼ 100% 遺伝子組み換えで作られています。そういったものを食べればやはり糖尿病になるとか、そういった研究はあるんですけども、そういったものは日本語ではほとんど紹介されてないと思うんですよね。情報がないからわからない、だから有機に食べなきゃいけないっていうことが分かってない。でもこれは今変わりつつあります。僕も10年ぐらいこの話をしてきたんですけども、今はますます多くの特に若い方たちがこれは変えようということで変えようとしている。そして特にですね、今年は学校給食を有機にしようという動きが全国的に大きくなりそうです。3月9日には世田谷区で全国集会が成城ホールで
午後12時半だったかなから始まるはずです。そこはもう多くの人がやってきて、全国から来てもうこれ変えようよって、そういった動きが始まると思います。そして国会の中でも食の安全議連、昨年末できまして、その食の安全議連でもこれを進めていこうということをもう話してますので、間違いなくこれは今年、多くなっていくと思います。すでにそういった動きはもう、地方レベル、今度の京都市長選でもそういったことを一人の候補がそれを掲げていますし、そういった動きっていうのはこれから加速的に進みますので、僕は非常に期待しています。2番目なんでしたっけ、このアグロエコロジー、アグロエコロジーはですね、これ国連が進めることを決めまして、日本政府も会議にのこのこできていって、日本政府も賛同しますって言ってるんですね。だけど何もしてないんです。で、フランスなどはもうこれで法律作っちゃって、新規就農してアグロエコロジーを教えてくる先生と、あと、お金も支援されて就農できる、そういう制度が作られています。そして作られたものは学校が買い上げる、こんなシステムになってきてるんですね。だから今どんどん増えてます。ただフランスは先生が足んないということで、先生をリクルートしになんか日本まで来てるらしいですよね。で、日本は教えられる人実はすっごくいっぱいいるんです。日本はすごい、まあ、巨匠がいっぱいいるんですよね。だけど日本は市場が今止められちゃってるので、個々の雪農家がもう本当にもう生きられるかどうか、後を継ぐ人もいなくなってしまう、こんな状況になってる。これを変えるためにも学校給食を、まあ、広げていく、そしてアグロエコロジーを実践する農家、若い農家をどんどん応援していく、これをやっていくと日本の農地も変わっていくし、実は日本は農薬の使用量、対面積でいきますと世界の最高レベルなんですね。そのために日本では発達障害が非常に増えていると僕は考えるんですけども、そのようなことを変えていく、つまり今トンボもカエルも農村ではいなくなっている、田舎ではもう蜂も飼えない、蜂が死んじゃうんですよね。だから都会で飼う、こんな状態になってます。これを変えるその大きな力に僕はなるんではないかなというふうに思いますので、ぜひこの連環ですよね、いいものを食べることがそういった生態系を守ることにもつながっていくということをぜひ実践していただけたらなというふうに思います。いろいろ面白い話ありがとうございます。私は市民科研究室の橋本と申します。ちょっと簡単に、まあ、いろいろお聞きしたい話はあるんですが、簡単に2つほど。まず1つ、今最近結構耳にするようなビーガンという言葉ちょくちょく耳にするかと思うんですけど、ビーガンの方々に向けて先生からの注意点、こういったことに気をつけなさい、過剰にビーガンという地位に話してはいけないという注意点がございました。ではそれともう一つ、私個人的に種からはちょっと外れますが、遺伝子の多様性という意味で純肉についてちょっと危機感を覚えているものなんですけど、純肉、精進ミート、食肉の受験生の培養とかでも、じゃあ食肉作るっていうそういう研究ですけれども、はい、ちょっと種からは外れちゃうんですけれども、はい、遺伝子多様性という意味でちょっとご意見あればと。はい、ビーガン、要するに肉食をどうするかってことだと思うんですけども、肉食、今の過剰な、先ほど見ましたような、ファクトリーファームがありますよね。まずあれ止めるのはもう不可欠なんですよね。だからああいう安い肉は食べるなってことに関してはビーガンの人たちとも僕は組める部分はあるかなと思います。ただしですね、自然っていうのは植物と動物いますから、この動物がですね、貴重な役割、気候変動を止める役割をしているっていう部分もあるんですよね。つまり乾燥地域あるいは寒冷地域ですと、例えば土壌細菌は育つことができないんですね。冷たすぎますから、乾燥すぎますと、そういう時にどうするかっていうと、そこに家畜が出てくるわけです。家畜のお腹の中でこれ微生物たちは生きていけるわけですよね。そういったことで家畜を、循環することによって、その地域では気候変動というものを止めることができるし、その地域を栄養循環も可能になるわけですね。そのようなものを止めてしまったら逆に気候変動は、逆に進んでしまうという部分もあります。ですから
もちろん今そういったところで、作られているものを止めてはいけないんではないかなと思いますので、もちろん例えば今日本ですと、僕はかなりビーガンでもいいかなという気はしています。つまり僕も、例えば肉なんかほとんど買ってないんですけども、魚なんか買いますけどね、魚も実は今日は化学肥料の箱で少しは話しましたけども、これも今最大の危機に瀕してますので、その魚をどうする、海洋資源をどうしていくのかという問題はもっと大きな問題としてもあるかなと思います。それから、今培養肉、僕はこれを大きな問題になると思います。培養肉っていうのは、牛なら牛の培養肉、細胞を取り出してそれを工場でどん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 培養していくんですよね。これだと牛を殺さなくていいから、アニマルウェルフェアだからいいじゃないかってこういう人もいるんですけども、これは僕はとっても危険だと思います。危険だというのは、培養肉はどうやって育てるのかというと、実は燃料を与えてあげな、食べ物ですね、与えてあげなければいけない。それは、このままですと遺伝子組み換えトウモロコシが、遺伝子組み換えサトウキビが使われる可能性が非常に強いと思います。つまりそのようにこの、生命この、サイクルっていうものを失った、生命のサイクルを失った、そういったもの、人工的なものは気候変動も引き起こしますし、そして、僕は突然変異なども起こりやすいんではないかというふうに思ってますので、僕は培養肉に関しては、大反対です。やはりそれはインテグリティと言いますけど、生命というものは全体性が必要だと思うんですよね。肉ちゃんとその、魚であるとか、牛であるとか、もうふさわしい形で育ったものを食べることは、一番望ましくって、それがない時はビーガンになればいいとも思ってます。そんな感じでよろしいでしょうか。ビーガンに対して政治的なメッセージは僕は特にありません。すいません。ありがとうございます。マイク回しましょう。種は保存期間とか保存方法とかあるんですか。大昔の種でもこう土の中に戻すと発芽しますか。はい、種の保存はですね、長期保存の場合はマイナス10度よりももっと低いもので密封して保存しなければ発芽率がどんどん落ちてしまう。もちろん発芽することはあるかもしれないけども、発芽率は落ちてしまいますので、種を保存する場合には、長期保存の場合はマイナス、特に家庭の冷凍庫などで保存するといいと思います。そこまでいかないものでしたら冷蔵庫でやってもいいと思いますけども、やはり常温ですとどんどん劣化が進んでしまいますので、種の保存は乾燥したそういう環境でやるのがいいと思います。よろしいでしょうか。あとで、種子法の廃止のいきさつを知りたいんですが、私、先週、国会図書館へ行って、TPP11 の協定書を読んでもですね、米国政府の要請だったというような文章、出てこないんですよ。それで、農文教の本、読むと、渡辺要さんという元朝日新聞記者が、種子法の廃止には、農水省の役人の忖度だったんじゃないかというような文章を読んだんです。はい、はい、違います。記者と違います。農水省は飛び越えたところです。農業関係者とは全く関係なくって、いわゆる規制改革推進会議ですね、そこでそれが挙げられたと。でそこには農業関係者は一人もいなくって、多国籍企業から、多分それが挙げられてきたと。それを、そこが決めて国会を無理やり通したというのが現実です。つまりこれは何のために種子法を廃したかというと、公共都道府県ですね、都道府県地方自治体が安い価格で農家に提供するというのが種子法の体制なんですよ。これやってたら民間企業が、奪えないですよね。安い価格じゃ競争できないですよね。だからそれは公共事業をやめなさいって話です。公共事業をやめて、今種苗法出てきてますけども、種苗法を変えるのはなぜかというと、これも同じだと思うんですよね。今、米麦大豆だけ、種子法は米麦大豆なんですけども、これ以外の例えば果樹であるとかさまざまなものありますよね。その種苗を消費したり作ってます。これを今安くやっていて、自家採集しても構わないよって感じで、1回だけ買って農家はどん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 増やすことができてたんですよね。これやってたら儲からないわけです。だから1回1回全部買うようにしなさいと。そして自治体も、そのようにしなさいと。
そうなりますと、どんどんこの地方自治体での安い種というのが得られない時代になっていくんではないかなということで、これをなんとかしなければなということで、今、国会にも、2月20日にですね、院内集会開く予定です。もし関心のある方がおられたら、2月20日、ですね、衆議院第一だったと思いますけども、インターネットで検索すれば必ず出てきますので、2月20日、午後、3時半だと思いますけども、議員会館で、そういった会議ありますので、さらに詳しく聞きたい人はそちらに行っていただければと思います。すいません。はい、大変分かりやすい、そしてショッキングなこともありつつも、希望の、アグロエコロジーですか、さまざまな網羅的にお話しいただいて本当にありがとうございました。ここで一旦拍手をして、イニャクさんに感謝したいと思います。ありがとうございました。スタッフの松本ひかりよりバナナから見るグローバリズムということで、報告してもらいます。はい、紹介預かりました。 FOE ジャパンの松本と申します。僕はですね、FOE に来てまだ1年ちょいということで、インヤクさんにいろいろ学ぶところもあり、ブログも読ませていただいているというようなところなんですけど、ちょっと、種からのないバナナということで、バナナについて、FOE でも活動しておりまして、それについて話をしたいと思います。で、大きく分けて2つ話したいと思うんですけれども、本日は生物多様性ということで、多様性から見るバナナということと、活動としては、フィリピンで主にバナナは作られてる、輸入されてるんですけど、日本に来るバナナは、そちらで起きてるもん、ちょっと多様性とは外れるんですけど、それについて話したいと思います。で、バナナっていうのは、よくバナナの木とか言って言われるんですけれども、まあ、実は、草というか多年生植物を取る多年草なんですね。で、まあ、多年生ということは、まあ、2、3年くらい、生きて、まあ、温暖なところで育つという植物です。で、皆さん見るバナナという黄色いバナナ、この右左上とかですかね、しか、まあ、特に日本では売られてないと思うんですけれども、実は300種以上あって、まあ、ここにあるようにいろんな色のバナナですとか、あと、このバナナはそのまま食べれるんですけれども、まあ、そのまま食べずに調理して食べるようなバナナもあります。で、まあ、なんで、でバナナっていうのはですね、結構古い歴史がありまして、まあ、紀元前数千年前から、まあ、人々は育ててきたと言われていますけれども、まあ、種がないというところで、そこを注目したいと思います。で、種を作るっていうのは結構まあ、時間大変というか、そうですね、育てるのが大変、まあ、媒介植物というか、バナナの場合はコウモリだったりするんですけれども、媒介物がいるということで結構大変なんですけれども、まあ、栽培化にあたって、まあ、株分けをすることによってどん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 バナナを増やしていくことができるということで、この手法がどんどん取られるようになってきました。で、これによってどんどん種のない、バナナができるようになってまして、で、その株分けをすることっていうのはどういうことかっていうとですね、まあ、遺伝子情報が、まあ、ほぼ同じということで、まあ、兄弟よりももっと近しい関係のような、そういったものになっております。なので、まあ、そういった株分けされたバナナというのは、それ自体もほぼ多様性がない、そう言っても過言ではないかなと思います。で、さらにですね、その、まあ、日本に、特に日本に来るバナナとかは、キャベンディッシュという黄色いバナナの一種のみでして、それをさらにクローン化、まあ、株分けするということで、さらに多様性がないと言えるんじゃないかなと思います。で、まあ、ということはですね、バナナっていうのは、まあ、世界最大の有機体、有機集合体とも言われているほどであります。で、まあ、株分けっていうのは本当経済的とかに、おいても、効率的だというふうに思うんですけれども、本当にいろんな問題点があります。で、かなり昔から、まあ、19世紀末頃からそういった問題っていうのは、まあ、顕在化してまして、
パナバ病、皆さんご存知かもしれないんですけど、パナバ病で多くのバナナプランテーションがダメージを受けました。で、全体的にどのくらいのダメージを受けたかっていうと、ほぼ全てが壊滅的ではあったんですけれども、例えばホンジュラスだったら、1年の間に東京ドーム2600本くらいのバナナプランテーションが、消えたというような、歴史があります。で、やっぱりそのクローン化されているので、そういった病気が1回発生してしまうと すぐに広がるという、そういった性質があります。なので、やっぱり現場では多量な、農薬が使われるというところですね。あと安全保障の問題にも絡まるんじゃないかなというふうに言われてまして、そういったプランテーションにそういった病原菌を持ち込んでその農業を破壊することがすごく容易なので、非常に危機的な状況なんじゃないかと思います。で、これはちょっと全体的なものなんですけれども、世界で消費されているカロリーの割合ということで、ここにも本当多様性がないなと感じるんですけれども、20種類ほどで80% くらいを占められて、これは動物性を除いてるんですけれども、でここの中にもバナナが含まれています。でこういった多様性のないバナナっていうのは、例えばイクベス、最初に話がありましたけど、そこでも、サステイナブルじゃ、持続可能じゃないというような、ところで、そうですね、目標に対してプアという評価がなされているというところです。でちょっと話を日本の方に持っていきたいんですけれども、フィリピンにちょっとフォーカスをしていきたいと思います。でフィリピンから大体8割くらいのバナナを日本に輸入しています。で日本の消費の傾向を言いますと、これは意識調査なんですけれども、バナナが最も消費されている果物ものと言われています。リンゴとか、みかんを、差し置いて大体13年くらい連続で最も消費されていると言われています。で、やっぱり皆さんが健康に良いとか安いとかそういった理由で、消費されているということです。で日本の主なバナナの消費事業者なんですけれども、こういった事業者があります。で今日は、日本の企業というか最大手ということで、スミフルジャパンというところをフォーカスを当てたいと思います。こういったロゴですね。これホームページなんですけれども、国内販売業ナンバーワンということで、最大手と言えると思います。でバナナの問題って、皆さんご存知かもしれないんですけど、いろんな問題がありまして、特に農薬の、肥料に関してはあまりあれですけど、農薬の問題がかなりあります。でこういったように映画とかも出ていて、でちょっとかなり何ですかね、深刻な失明であったり、皮膚炎アレルギーなどの健康被害が報告されております。でこの毒の雨という、これはフリーで YouTube で見られるんですけども、そこからちょっとスクリーンショットを紹介したいと思います。これは、バナナプランテーションの、ワンショット目のタイトルのショットかなんですけれども、飛行機が奥に見えると思うんですけれども、これは農薬を、撒いてるシーンですね。このようにすごい低空飛行で、大量の、農薬を撒いているという風景です。で、そうですね、これによって飛行機事故とかも結構報告されております。で健康被害なんですけど、このように、これは子どもだとなんですけれども、こういった健康被害を苦しんでいる人ですとか、あと農薬がこう普通に育てている野菜とかについてしまうということで、それを洗わなければいけなかったり、あとは普通に被害が、出ているという報告もありますし、あとは、こういった防護服を、着て過ごさなければいけないと。これスミフルのロゴがあったのでちょっと、紹介してみました。で日本でも結構バナナの問題について読んだ方おられるかもしれないんですけれども、古くから批判されております。
これ鶴見義行さんの「バナナと日本人」という1982年の本の、紹介なんですけれども、まあ、大企グローバリズム の, あの大企業を批判したりですとか、あとは、まあ、バナナ の, そのプランテーションの歴史、あとは危険な農薬散布、あとはその、出来高払い出来高払いの、あの、まあ、いびつな契約パッキア制度の問題提起を しています。なんですけれども、まあ、最近になってもまた動きが激しくなってまして、まあ、個人的にというか、まあ、控えめに見ても状況は悪化しているような気がしています。で、あの2008年頃にですね、そのスミフルの、労働組合がですね、まあ、労働組合あの働いている人たちが正社員化を求めて、訴え始めます。で それがですね、10年かかってようやく認められたんですね。なんですけれども、まあ、1年間そのスミフルに、側に交渉をしたんですけれども、それがまあ認められず無視されると。で、おととしの10月からですね、750人くらいがストライキを開始することになるんですね。で、まあ、ストライキしてた人は、まあ、主にミンダナオという島でしていたんですけれども、まあ、わざわざマニラ、首都のマニラまで移動して大規模なストライキをしていました。で、ところがですね、このストライキをした途端に、まあ、いろんな弾圧が起きます。で、まあ、これ、まあ、その弾圧の一部の紹介なんですけれども、まあ、暴力、警察ですとか、まあ、そういった、まあ、権力側の人たちのによるあの暴力というのがあって、まあ、物理的な暴力ですよね、本当に。で、まあ、ついにはあの、まあ、死亡者、銃撃事件にあって、殺されるというようなこともありました。で、そういうこともあってですね、FOE ジャパンと、あとアジア太平洋資料センター あの田中さんと、現地に赴くということをしました。で、これがあの、スミフルバナナのプランテーションの位置なんですけれども、まあ、フィリピン の, その、ミンダナオ島のコンポステラバレー州というところで、約東京ドーム470個分のプランテーションがあります。で、まあ、1日260トン以上のバナナが出荷されるというところでした。で、これがあの、まあ、こんな風景です。で、この中、まあ、労働者たちの、聞き取りをする予定だったんですけれども、そのミンダナオに着いた次の日の朝ですね、その労働組合の、まあ、事務所が燃やされます。で、これは私が撮った写真なんですけど、本当に衝撃的 で、まあ、全焼ですよね。壁もなくなって、で、これは、まあ、中の様子ですけども、炭になってます。で、こういった書類も、燃やされてしまいました。まあ、タイムカードとかそういうようなそういうっぽい、書類もあったんですけど、燃やされてしまったと。で、これ象徴的だなと思うんですけれども、あの炭フルと書いてある、机です。そういった度重なる銃撃、事件 の, あの、まあ、証拠というか、はい、あので撃ち込まれたあの、はい、弾を見せてもらいました。で、ちょっと時間があまりないので、あの飛ばし飛ばしになると思うんですけども、まあ、いろんな問題が、ありまして、まあ、多くの個別の問題ということで、まあ、一番の個人的には思うんですけども、問題が契約書のコピーをもらえないということで、どういう契約になっているのかっていうのがなかなか全容がつかめないという、ところがありました。とはいえ、まあ、いろんな広い話が ありまして、まあ、価格を据え置かれて、もう23年も据え置かれたという話ですとか、ちょっと後で説明したいんですけども、まあ、あのちょっと不当な契約を結ばされたり、あとは長時間労働を、まあ、後押しするような、そういった制度というのは悪用というのもありました。まあ、それから、まあ、あの健康被害もありました。で、
まあ、これ契約の一つなんですけれども、ノルマが達成されないと土地を接収されるという契約で、あと、まあ、これちょっとあれなんですけど、まあ、週6日48時間働く代わりに、例えば週4日で48時間働くということになって、で、まあ、不当に賃金が抑えられるというような契約形態もありました。で、企業側の対応というところなんですけれども、まあ、正直あまりよろしくないというような状況です。はい。ただ、まあ、小売りのイオンとも会合しているんですけれども、そこはですね、とりあえずは、ミンダナオとの別の場所、コンポステラバレーショではなく別の場所に移すというようなことを発表しています。で、まあ、こちら側としてはですね、まあ、労働者に来日してもらって訴え、いろんなところで訴えてもらったりとか、そういうことをしているんですけれども、やはりその最初にあった労働組合の、を認めてもらうのに10年間かかった、裁判するのに10年かかったということで、まあ、解決はなかなか見えないというところです。で、スミグルについてなんですけれども、まあ、端的に言いますと、今親会社が、モーリシャスにあるペーパーカンパニーです。まあ、ペーパーカンパニーかどうかは確認してないんですけれど、なのでもうスミフルに行っても、まあ、責任を逃れられるという状況で、誰に訴えたらいいんだというような状況です。で、あとフィリピンでそういった先ほどバナナで、銃殺された、バナナの労働、プランテーションで働く労働者が銃殺されたってありますけど、そういったことを、まあ、超法規的殺害と言ったりするんですけれども、フィリピンで、この1年半くらいでですね、まあ、340人くらいいるということで、かなり、まあ、人権状況もですね、悪化しているというところです。で、そんな中、まあ、ちょっとこれで終わりなんですけれども、本日はですね、そういった労働者が作ったチキーチェーンを、販売しておりますので、もしよろしければ、後ろで販売しておりますので、お求めください。はい、以上でプレゼンテーション終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。非常に日本人に身近なバナナ、まあ、非常に安くて美味しいものだと思うんですけれども、その裏でこういった環境破壊や人権侵害、労働問題が起きているということで、フォージャパンと、その他の NGO、現地の方々と、今後も、活動していきたいと思います。では今日はここで終了させていただければと思います。本日はお越しいただきまして本当にありがとうございました。